マドライ空港は、インド・タミル・ナード州マドライにある空港。マドライ駅から1 2トルの位置にある。1957年に開港した。第二次世界大戦中の1942年、イギリス空軍が基地として利用したのが始まりである。2010年9月12日に、新ターミナルが完成し、国際線に対応できるようになった。2010年12月31日、 マドゥイラ空港を税関空港とする通達が出され、2011年1月1日に発行された。2012年8月25日には、初の国際便となる、マレーシア発のチャーター便が2便到着した。2012年9月20日、スパイスジェットがマドゥライ、コロンボ線を就航し、マドゥライ空港初の国際定期便となった。南部からの輸出を増やすため、 衆財務省の税務局は2013年5月28日付で貨物の取扱いを許可する通達を出した。二つのターミナルが隣接して立ち、国際線と国内線の両方を扱っている。インド空港局は旧ターミナルを貨物施設にする計画を立てている。空港のターミナルインド国内の空港の近代化の一環として12億9000万ルピーかけて新たに 近代的な旅客ターミナルが建設され、2010年9月12日に落成式が行われた。大型機に対応するべく、滑走路を12,500フィートに延長するための用地の取得も進められている。このターミナルの敷地面積は17,560平方メートルで500人を処理できる。駐車場には乗用車が375台。 バスが10台駐車できる。新ターミナルには、インド空港局の VIP ラウンジが1箇所、タミルナード州商工会議所の CIP ラウンジが1箇所、ある。貨物取扱量の増加が予想されるため、インド空港局は、旧ターミナルを貨物施設に改造する計画を立てている。州財務省の税務局は2013年5月28日付で、 貨物の取り扱いを許可する通達を出した。空港の基本計画には、貨物施設及び2つのターミナルの新設、滑走路の延長や、その他の施設の拡張などが含まれる。インド空港局は、旅客の増加に対応するため、新ターミナルや管制等の用事取得も進めている。空港のチェックインカウンター、ありがとうございます。